はようございます。町長の太田です。今月は新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてと特別定額給付金についてお知らせします。はじめに新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてです。町民の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解ご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。最初に国が全都道府県において緊急事態措置を解除したことを受け、5月27日に開催した森町新型コロナウイルス対策会議で決定した町の対応方針についてお知らせします。イベント会議等の対応については6月1日から比較的少人数の小規模なイベントや会議等は感染防止策を講じた上で開催を可能とします。公共施設は利用人数や利用時間の制限などの感染対策を講じた上で次のように再開します。森町総合体育館アリーナおよびトレーニング室、町内各小中学校の体育館は6月1日から再開、町立図書館は6月2日から閲覧視聴覚席の利用を再開、文化会館大ホールは6月2日から100人程度の利用に限り再開します。詳しくは町のホームページでご確認いただくか、各施設までお問い合わせください。続いて町内事業者に対する感染防止対策支援事業についてです。町では町内で事業所や店舗を営む中小事業者、個人事業者、農林業者に対し地域経済活動を支援するため、新型コロナウイルス感染予防対策にかかる経費の一部を補助します。交付額は対象経費の2分の1で、最大10万円です。詳しくは役場産業課にお問い合わせいただくか、町のホームページ、6月15日発行の広報森町や町内回覧をご覧ください。全国の緊急事態措置は解除されましたが、5月29日に静岡県が公表した県内の感染状況は6段階の警戒レベル中警戒レベル3、県内注意、県外警戒で、6月18日までの間は北海道と首都圏4都県への不要不急の移動は避ける、県内の移動であってもマスクを着用するなどが求められています。また日常生活においても3つの密を避けるとともに、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの感染予防をする新しい生活様式の定着をお願いします。次に特別定額給付金についてお知らせします。町では現在1人10万円を給付する特別定額給付金事業を進めています。5月22日から受付を始め、5月29日現在全体の 73.5% にあたる4893件の申請書が提出されています。5月29日に第1回目として全世帯の 5% にあたる334世帯1058人に振り込みをしました。第2回目の振り込みは6月5日以降毎週金曜日に振り込みを予定していますが、
現在多くの申請書が集中して提出されており、その確認作業を進めています。受付から給付まで早くても2週間程度の日数を要しています。3週間程度かかる場合もありますので、ご承知おきください。今後も迅速かつ正確に進めていきますので、給付まで今しばらくお待ちいただきたいと思います。また振り込みをする前には支給決定通知書を郵送しますので、振り込み日や口座等のご確認をお願いします。なお申請していただいたにもかかわらず書類の不足や記載漏れなどで受付できない場合もあります。その際はご連絡しますので早めの対応をお願いします。ご不明な点につきましては専用回線85-3000にお電話いただくか、役場町民生活センター1階の受付コーナーをご利用ください。また特別定額給付金を悪用した特殊詐欺も全国的に発生していますので、十分に気をつけてください。万が一不審な電話等があった場合には、役場や警察署に連絡してくださるようお願いします。新型コロナウイルスの感染が一刻も早く収束することを祈るとともに、特別定額給付金が無事皆様のもとに給付され、皆様の生活支援と地域経済活性化のために有意義に活用されることを願っています。